埼玉県で発生。桶狭間の戦いと並ぶ戦国最大奇襲の川越よい草。劣勢の北条家当主北条氏康が川越城を守るため一か八かのどでかい奇襲を仕掛け勝利をつかみ取る。それでは踊っていただきましょう。心沢風雲義神で雅の皆さんです。どうぞ。よろしくお願いします。
しんでみやんでした。皆さん本当にありがとうございました。